ンパおかえり。ただいま。食材買ってきました。食材いっぱい買ってきた。今日は水の食堂です。ウエスト。ウエスト。ウエスト。言わせたくなる。麻雀やりながら、コウキくんのご飯を待つと。筋トレ行きました。行こうと思ったけど無理やった。僕も疲れすぎてやめました。ね、ハードだったから。初水の食堂楽しみにしてました。あの事務所の方からも水の食堂取ってきてくださいって言われてますんで。マジで。マジで。マジで言われてます。そんなとこまで行ってましたんで。東京の事務所なんですけど。東京進出したどうぞ。してますよもう。いいね。誕生日プレゼントにも料理の道具をもらう道具食材もらったりしますよ、ね、調味料とかばっかりありがたいけど終わりましたもうちょいめちゃくちゃいい匂いするもうエプロンしてエプロンもうちょい水の食堂ってあるんですねそのエプロンがね作ってくれたシャツやめてもらった柏の時のねエロいっすその頃からやってたんだそうそうそうへぇ、焼き鳥屋さんが仲良くて作ってくれました腹減ってきたーテーブルちっちゃめやテーブルちっちゃめやドドーンピッピッピッ効果も自分このこういうのも自分でやっちゃったすごいねこれ声渋いんだよな、だいぶあとで紹介してもらおう、メニュー一つ一つ引退したら食堂やったらどうですかいい、ね、好きなんですよね、だって好きだけど、サッカー関係好きだもんやばっ、バカ適当じゃないのよそうなんだっていう反応下のテーブル出してみて、じゃあこのソースそれ何の作業中ですか今その揺らしてるやつこれ今ね焦げつかないようにじゃあ一回さ本当はさ取ってソースを作るのよちょっと面倒くさくなって使い込んでるキッチンだもん一緒これで OKOK コウキ君箸もう一セットないですかちょマジいつまでそのタンクトップ着てるんですかやめてもらっていいですか練習着だからね、それ恥ずかしいです練習着じゃないですこれ移動着移動着もあんの移動着、あるっす、黒の West 食前酒酒食前ドリンクああ前なんですねなんとなくなんとなく前愛媛の選手からもらったやつありがとうございますありがとうございます選んで選んで誰かわかんないですけど選んで本か。じゃあいただきましょう。いただきます。お皿の取り皿がないからね、うちは。シェフ、これちょっと紹介してもらっていいですか、料理。これ何？はい。手羽先、手羽元ですね。じゃあ、量が紹介します。手羽元の旨味？手羽元と大根の煮付け、煮付け旨味。旨味？なんか、誕生日で、もらった佐々木朗希のお酢？はい。を、ちょっと、まあ、せっかくだからな。ファンの方にね、もらったやつですねいただいたこちらですこれ美味しいんだもう人気で去年は手に入んなかったらしいです、ありがとうございますを使ったお酢何ていうのなんていうのかな手羽先と大根の煮付けお酢の煮付けみたいなうんでこちらゴーヤチャンプルになります、はい、ちょっとお肉なかったんでナスでちょっと食感うんでこちらが、メインになりますピーマンの肉詰めです。はい。これもナスのおひたしです。夏ですね。はい。しっかり一回夏野菜がメニューしてます。ご飯がサンマの混ぜご飯です。サンマは別でしっかり焼いて、で後にほぐして混ぜました。俺がほぐします。でこちらのカニ俺がほぐしました。こちらのカニは大分のうちの嫁の親戚から取った川のカニです。木津カニです。川？そう。あとこれです。これ、適当っす。トルネードキュウリ。トルネードキュウリ。そう、トルネードキュウリはもう普通にごま油。どうやってやるの？回して切るのか。で、まあ、今日のサラダと、お豆腐です。はい、で、あと納豆は、
青じそ入れます。はい、ありがとうございます。以上でございます。いただきます。いただきます。食品ジュースいただきます。いけなくなるの。トマトマイスター、めっちゃうまいです。一口ずつ回しよう。いや、俺から違うなと思って、とりあえずトマト1個食べました。いただきます。これもあるっしょ。ねえ、うまっ。本当に分からない。うま塩塩です。その紹介じゃないですか。うん、うん、ほろほろすぎる。おいしい。うまっ、食べました。チャンプル、ゴーヤーさんが食べました。うまっ。外食ばっかりね、その感じ。うん、こういうの食べないし。ずっと僕は毎日外食してるよ。え、朝何食べてるんですか。ヨーグルトと、なんか札幌の豆のお店から豆スムージーみたいなの食ってますね。あれ、いつも食ってるやつ。はい、あとバナナ。米はもう食べないですか。炊飯器ないの。あの、土鍋で炊いてた。あ、いいね。うまっ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。まだいただいてます。いや、いや、量する、大丈夫です。一番下が、量、はい。一番下がするっていう。けど俺はちょっとやっとくっす。お前食ってないでやっていこう。俺もってできてもらうだけでいいですか。あの、お前食っとけって。いや、もうすぐ終わりますって。すぐ終わってからいいよ。いや、いや、ほんまにです。ちょっともう一度ゆっくり食べましょう。なんかよう荷物が届く家ですわ。何これ、重いんだけど。奥さんからの誕生日プレゼント開封シーン。重いんだよ。ちょっと映せるやつこれ。テンガとかですか。違うわ。